VR は映像で360度見れるだけじゃなくて、そこをズームするとその人の声がより聞こえるようになるっていうコンテンツになっているんですけれども、今回私たちが経験してみて、歌を歌うっていう面で私たちはやっぱりあの歌手というかアイドルなので、やっぱり緊張してしまったんですよね。けれどもこう今日の発声はもういつも以上にこう伸びやかに頑張っていましたので、この I wish は最高の作品になっているんじゃないかなと思っています。本当にその雰囲気を映像で味わえるといいますか、本当にその場に入り込んだような感覚になって、私はぜひライブビューイングとか普段映画館でやるときに、いつもファンの方は一つの画面で、あのその時カメラに抜かれた映像しか見られないんですけれども、いつかモーニング娘。のコンサートそれぞれが見たい場所を離れた場所にいても見れるような、モーニング娘。のコンサートにも取り入れることができたら嬉しいなと思いました。あのさくらちゃんはね、はい、どちらかというと歌姫と、ありがとうございます、ね、言われてるから普段からあの歌唱はね非常に目立ってるけども、さらにこれでこう目立つって感じ。いやもう正直誰の声もかき消してやるぞくらいの歌ってました。もう全員が一度はアップしちゃうように歌おうって意識はしてましたね正直。でも確かにスタッフの方から隣で飯窪春菜ちゃんが手紙読まなきゃいけない時に、もうちょっと声落とそうかってちょっとくられます。出しすぎちゃって、はい、張り切っちゃって。この音の VR はあの、まあ、誰もがその声をアップにして聞けるっていうことで、私基本的にソロパート一文字とかなんですけど、あの全部私のソロパートみたいな感じで聞けるので、なんかあの生田絵梨奈 with モーニング娘みたいな感じで味わってもらえるんじゃないかなって音の VR は思いますね。やっぱりあの絵梨奈ちゃんはね、はい、結構やっぱり自分のことしか考えてないっていうことで、ね、はい、自分のことだけで生きてるタイプの人間なので、ね、はい、でももしこのズームいろいろこう推しメンっていうかね、うん、ズームされていくというのでどうなの絵梨奈ちゃん的には。え、私しかズームしない前提で皆さんあのいるので。そうね、はい、皆さんいるので、ね、皆さん私アップ前提ですよね多分。いやいやいや、みんなが見れるっていうのがいいところですからね VR の。それでも生田絵梨奈が見れる嬉しいみたいな、まあまあ、そういう感じなんですね。まあ、4番手くらいにアップしていただければいいかなと思いますあれだって歌割りが結構あれでしょ、なんか一文字しかないとかよく、ね、そうですね、嘆いてるけど、はい、ルだけとか、うん、愛してるのルだけとかなので、あのもう全部フルコーラス生田絵梨奈のソロバージョンで聴けるみたいな、素敵じゃないですかこの人生。人生素晴らしいですよ。あの私だったら特にこの歌で VR を体験してもらいたいとかってあります？あ、でもやっぱりラブマシーンですかね。あの今新しくなったモーニング娘。音も変わってるんですよ、ラブマシーンのアップデートされて。その音をちょっと聞いてほしいのと、あとどういう風にあのチーってやっぱ生だとちょっと違うので、あ、こんな風にここ歌ってるんだとか。でもちょっとある意味怖いですね、あのちょっと怖いですね。私歌詞間違ったりとかよくしちゃうので。ダメあのマネージャーさんとかに怒られることが多くなっちゃうんじゃないかなって思って、ちょっとこう怖いんですけど、ちょっとある意味成長しそうだなとは歌詞間違ったりね。たまにちょっとあの変わった動きしたりするもんね、あのライブ中も今回あのこの音の VR の I wish の歌の前に佐藤さん階段の上から始めてるんですね。あの階段の上が好きっていう風に言っててなので階段の上から始めましょうってなって、私たちこう佐藤さんって呼んでから I wish の歌が始まるんですけど、でも私個人的には佐藤さんのそのなんか他の人と違う動きをするようなところが個人的にはすごく好きなので、うん、いやそれがすごい怖かったんですよ。階段があまりにも急降下すぎてバタバタとかちょっと怖かったです。階段は初めてでした、あの体験は。まさきちゃんはラブマシーン、まさきちゃんはラブマシーンね。はい、私はラブマシーンで押します。あゆみちゃんはなんかこの歌でこう体験してもらいたいみたいな歌あります？今だとそうですね、あのモーニング娘。18のコンサートで必ず盛り上がる What is Love という曲をぜひ VR で体験していただきたいです。あの音の VR っていうコンテンツが始まって、その音をこうズームにしてよりよく聞こえるっていうのがもしもこう大成功したら、いや大成功すると思うんですけど、その次のステップとしての動きの
風圧とかも感じられるような風圧がいつか始まるんじゃないかと思うんですよ。今回は歌がメインですけれども、こうダンスとかが、ダンスが私は得意なので、そのダンスのキレの風圧とかが映像からも伝えられたら、また新しい世界が広がるんじゃないかなと思います。そこに注目してもらいたいと、はい、ね、春田ちゃんはどう？私はそのダンスの機能があるのなら、うん、Oh My Wish っていう曲やってみたいなって。まあ、一番の理由は私と芳賀茜ちゃんがセリフを担当してるっていうところなんですけど、うん、まあ、ダンスも追い出したいならどうぞっていうセリフを決めてみたいなって思いますね。じゃあその流れで茜ちゃんはもう今回、そうですね、はい、今回のこの VR、はい、はい、私が聞いてほしいのはわがまま君の前のジョークなんですけど、結構歌の強弱が激しい曲なんですけど、結構ライブとかで聞くと、なんていうんですかね、もう熱量がすごくて、多分そういうのを感じられないと思うので、 VR を通じてこう、あ、結構ダンスとかだけじゃなく、熱だけじゃなく、ちゃんとしっかり歌もこうみんなでこう、なんていうんですか、切磋琢磨して、ここはしっかり弱く、ここはもう迫力強くっていうのを感じていただけるんじゃないかなって思うので、私はこの曲を、はい、おすすめします。はい、私歌じゃないんですけど、この VR で椅子取りゲームがしたいなって思って、結構モーニング娘。椅子取りゲームになるとすごく熱くなるメンバーが多くて、でこう円を描くから前から見ると後ろの子たちが見えないじゃないですか。けど実はそこで多くの戦いが行われているんですよ。なのでこれをぜひ音の VR でやったらめちゃめちゃ楽しいんじゃないかなって。まだなとか、それで押し閉させられちゃったらどうするっていう心配もあるけど、レイナちゃんどう？それはもう可愛さで巻き返せばいいと思う。そうだよね、よくやまあれそういうキャラだったり違う。いやでもやっぱりその人間なので、その苦手な分野とかもちろんあると思うんですよ。それはもちろんズームしたら分かってしまう部分もあるかもしれないけど、むしろいい部分も絶対見つかると思うんですよ、うん、あ、この子なんか目が可愛いなとか、うん、口可愛いなって、本当にズームすればするほど、ズームアップすればするほどやっぱり細かい部分も見えてくると思う。私はちょっと可愛さをアピールしながら頑張りたいなと思います。特にどこを見てくれとかある？まあ、顔なんですけど、特に私二重が綺麗ってよく言われるので、そこにちょっと注目してほしいなと思います。皆さん終わった。ぜひ見てください。でもね、野中美希ちゃんは全然納得しないよ今。なんでですか？なんかこう、ね、反応あるみたいな。いや、まあ横やんのこう二重幅もいいと思うんですけど、まあ、一人一人の可愛いところの発見とかもできるとは思うんですけど、うん、こうモーニング娘。って結構ライバル視をしたりするじゃないですか、お互いね、お互いに、うん、なのでこの VR によって負けたくないっていう気持ちがどんどん生まれて、こうモーニング娘。としてもこう歌のレベルとかパフォーマンスが成長していくんじゃないかなって思います。はい、ファンの皆さんもこう無限大に楽しめるようなコンテンツじゃないかなって私は思っていて楽しみです。なるほど、はい。